はい、1677回始めます。10月3日火曜日入ったところですね。あと2つだと思ったら3つですね。すいません、3つこれ含めて3つ喋ったら帰れます帰れますみたいな、あのこんだけしないと帰れませんみたいなね、あの番組あるけど、あと3つ喋んないと帰れませんみたいな感じになってます。10月3日火曜日ですね。伊勢新聞、あの三重県の伊勢市ね、伊勢神宮のあるところ、伊勢新聞、伊勢新聞じゃない、伊勢新聞っていうのかな、新聞からですね、あの三重県津市の小学校教頭が8人と不倫してたよと、教頭先生8人と不倫、まあ、ね、校長先生のね不祥事今日やりましたね。あと教頭もよく、他にもね教頭先生いろんなところで悪さして、校長先生も悪さしてね、あれですけど、津市の、三重県津市の小学校の教頭8人の人と不倫してたと。で、市民だが更迭を求め署名を提出したということだけども、教育委員会には対処するあの気配はないよっていうことで書いてます、うん、三重県津市の津市立の小学校で教頭を務める50代の男性を教育現場から更迭するよう求めた署名、市民ら242人の署名が先月市と教育委員会に提出されたと。教頭は8人の女性と不倫を繰り返し、不倫関係にあったとされ、その半数は教職員ね、教頭先生8人と不倫して、その半分は学校の先生ね、いやすごいね先生。署名した市民らは子供を守る学校でね、働く資格はないと訴えてると。これに対し教育委員会は、元妻ね、この 教頭先生の元奥さんとの訴訟で不倫を、否定、県教育委員会や市教育委員会は学校に関することではないなどとして、すぐさま配置転換とかね、そういった対処する気配はないというと、うん、市民らは署名活動を続ける方針だということです。うん、でこの教頭先生と奥さんね、元妻、もう元妻ってなってるんだから離婚成立してるんでしょ。この起こした民事訴訟の判決などによると、教頭は令和元年までの16年間、もうだいぶ前の話ですね、令和元年までの16年間にわたり8人の女性と不倫関係にあったと、うん、されると。判決は期間を重複しながら極めて多数回の不貞行為に及んだと。その対応は、態度とあと様子のようね、対応は極めて悪質などと、教頭を批判したと、裁判でね。はい、教頭は不倫の疑いが浮上した当初、元妻に対して不倫を認めていたとされるが、訴訟では最初は認めてたんだけど、裁判になった途端に一貫してきて、出廷を求められる適応障害の診断を受けたということで出廷しなかったっていうことですね。判決は被告としての態度を誠実なものとは到底言い難いとして、いやこの教頭もすごいね、最初認めてたんだけど法廷ではもう認めてないと。で法廷、法廷に訴訟になったら認めないと一貫して、でも裁判には出らんないよと、ちょっと適応障害だっていうことで、いやー教頭これはちょっとね、教頭先生頼むよ、しっかり頼むよ目を疑うのは元妻の訴訟で証拠として提出した冒頭の教職員手帳、当時の不倫相手と見られる女性の容姿とか性格とか仕事ぶりなどを丸とか×とか点数で細かく女性を評価していたと容姿とか態度とかいやー今日やりました丸みたいな不倫を疑われてごまかせたと見られる人らが記録したリストもあると、まあ、なんだかよくわかんないけど、まあ、でこの教頭はね、訴訟でこの手帳の存在についても誰かに手を加えられた可能性があるとかね、言ってるんですね。いやーすっとぼけてる教頭ですよ。まあまあまあ、市民団体がね、こんな人間ね、教育に携わる資格はないみたいな感じで
ね、配置転換とか求めてるんだけど、教育面現場から更迭しろって言ってるんだけど、ね、市の教育委員会、三重のね、三重県津市の市の教育委員会でも県の教育委員会も今のところは何事もなかったようにやってた。あーこれはね、ね、学校の先生だから不倫するなとかね、学校の先生だから特別だからってね、まあ普通の一般人ですから、一般の国民ですから、先生といえどもね、特別にどうのっていうのはないけど、まあ保護者とかねからしたら、確かにね、こんな先生が教頭なんか務めていいのっていう人物いますよ。うん、私の時も小学校でね、バンバンね、鞭とかで叩いてた人、うん、いたんですよ、小学校の先生で。あとね、いじめを率先していじめする人、うん、あだ名いろいろはね、子供が嫌がるようなあだ名つけたりね、まあ、昭和ですよ、昭和。私の小学生時代なんて言ったら。うん、いう人が結局校長まで行きましたからね、あんな人物でも。うん、で定年退職までいて、年金がっぽりもらってみたいな、校長まで行ってっていうね、ありますけど、現実は。だから学校の先生だからってね、不倫したからどうのっていうのはあれだけど、8回は多いね。あと元奥さんとの訴訟でね、法廷に出ない、出廷しないとかねその理由をね、適応障害だとかね、適応障害の人8人と不倫できますかっていう話ですよ。あと手帳につけて女性、この人は容姿罰とかねこの人は態度丸とか、そういうのも手帳にあるとかね。いや裁判になると赤裸々だね、本当に。うん、まあでも8回は多いけど、これじゃあ4回までよしと、5回以上はアウトっていう、それの線引きも難しいしね。まあ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 、これは、まあ、教育委員会も難しいねこれね。うん、ただどうだろう、うん、260何人って言ったかな、署名。なんか多いような少ないようなね。なんかね、もうちょっと署名集まってもいいような気がするけどね。まあでも、それ言い出したら一人一人の教師ね、この人不適格っていうのを言い出したら難しいよね、人間だから。うん、ね、女癖悪い先生とかもいてもいいと思うしね。うん、人だから。そんなね、プライベートのね話まで、離婚したらダメとかね、離婚しね、浮気して離婚したらアウトとかね、そういうのも、ね、先生としては資格ないとか言い切れるのかどうかっていうのもあるしね。うん、まあ難しいねこれは。私は何とも言えない。8回の離婚で、うん、まあ、誠実な感じはしないけど、この先生は。だからって言ってね、配置転換とか教頭を更迭するとかね、うん、するっていうのは難しいね、なんとも言えないね。うん、はっきりしろって言われると困っちゃうけどね。まあただ保護者としての感情で言うと、あんまりこういう先生にはね、うちの娘に関しては見てもらいたくないかなっていう感じはします。はい、ということでね、学校の先生本当にね、そんなね、金八先生みたいなね、熱血指導そこまでは求めないんで、うん、ね、誠心誠意生殖なんだからってことは言わないんだけども、まあね、同じ同僚と不倫してたんでしょ、8人中4人は。うん、これもどうかと思うよ、乱れてるね。うん、かたやね、過労死になる寸前だっていうね、先生がいっぱいいる一方でね、え、わいせつ教頭、盗撮教頭、ねえ、強姦校長とかいっぱいいますからね、もういい加減にしろよっていう感じもするしね。え、はい、ということで、学校の先生乱れてますっていう話しました。1677回終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。